はい、皆さんどうもこんにちは、マロです。時刻は10時です。今さっき起きました。つまり寝起きです。よろしくお願いします。今挨拶で頭下げたらメガネがマイクに当たった。ということで、ちょっとね、今日はマジで久しぶりにね、今夜のなんかコラボガチャがちょっと来たということで、なんとですね、今回ですね、有名な広角機動隊っていう、まあ、アニメがあるんですけど、あれ来てない、もしかして。あれ、もしかしてだけど珍しい、10時からじゃないってことか。俺これ来てないか、もしかして、もしかしたら来てない可能性がある。やら、もう一戦するかじゃ、そしたら。はい、ってことで、ちょっと待ったら来ました。今回珍しくね、10時、いつも10時アップで来るんですけど、なんかね、10時じゃなくてちょっとね遅れてた感じですね。ってことで、今回ね、コラボ来たのは、広角機動隊でもね、ちょっとなんか俺漢字弱すぎてわかんないんだけど、これね、めちゃくちゃ有名なアニメなんですよ。まあとりあえずですね、今回ね、広角機動隊コラボが来たということで、僕立ちこまって、ちょっとなんか可愛いな、こいつなや、こいつ、車両なんだこれ。あ、これ車両なんだ。知らんかった。今完全にわかる、待機所とかについてくるさ、ミニキャラみたいな感じだと思ったら、あれ車両らしいです。カートの車両だから、まあ2人乗りのやつか。なんか普通に欲しいな、気になるな。てかこういうの子かわいい。ってことで、あ、来た、まあ、広角機動隊イベントガチャ、これ、あなんか多分ごついかっこいいキャラなんだろうな。なんか主人公とかの師匠っぽさそう。多分そういう立ち位置じゃない。なんか相手ってよりかは、なんかその主人公たちの絶対的なんかヒーローみたいな感じの立ち位置らしいっぽい気がする、このバトーは。でこちらですね、可愛さ満点ボイス付きなんだ、すごい。マジな、待って、700連ってちなみにいくらだ、ちょっと計算しよう。だから8万4000金券でコンプできるって感じだから、まあ17万っすね。単純計算、まあ17万入れればここにある全部が一応取ることはできますよっていう、すごい、なんかなんかさ、すごいね。今まではさ、なんか天井はなかったけどさ、もうなんかもうこんだけお金払えば全部手に入れられますよパックみたいな、ちょっとお得感出してるけど普通に高えなっていう感じのやつ。ここ交換ショップもありますよっていう。俺もう3000チケットあるから、まあ、最悪ここから買うことができるっていう。悪くないわね、ようやくお前の相手をしてやれるな。忘れないで、私たちがこの時代に存在していたこと。俺絶対ここ感動する場面やん。もうなんか絶対絶命で、なんかもう追い込まれた時に、私が行くって言った後になんか吐きそうなセリフだ。これが欲しいよね、これ。こうめっちゃこれ気になる。これどこに乗るん、これ。後ろかな、これさ、タイヤの当たり判定とかめっちゃ気になるんだけど、こう気にならん、判定どうなるんだろうね。だってこれさ、めっちゃちっちゃいやん、タイヤの当たり判定。これバイクもかっこいい、普通にかっこいいバイクで、まあこれが多分あれだよね。はい、あー、これが多分荒野バージョン、あ、荒野のコラボバージョンのやつで、でこれが多分普通にアニメーションの方なのかな。ちょっとなんかサイバー感あっていいね。あ、いいじゃん、かわいい、普通にいいスキン、いいスキン、いいね。まあ、じゃあ早速引いていきますか。まあもうちゃんちゃん引いていきましょう。とその前に、今日もしかしたらマロ神引きすんじゃねって思った方は、ぜひとも高評価よろしくお願いします。それでは早速引いていきゃしょ。とりあえず100連は引こう。初手から金出たけど、これでカート出たら俺も今日引かんぞ。いいか、これでカート出たら俺もう引く意味ないから、さすがに金券あるとは引かないからね。さすがにそうとはいかせないか、さすがにね。
はい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 。いやでも初手金マジ熱いな普通に。熱くない？まあ、どれぐらいの金券の確率かっていうのもちょっとやっぱね、僕がいつもそのなんか僕の動画を見てくれてる子たちはそれを見てなんかちょっと引くっていうね、参考にもなるみたいなこと言ってたんで、まあ、なるだけちょっとね引いていきたいと思います。まあ、けどまあもうここに金あるように、これもう玉川もう玉越やっけ、わかんないけどもうね、玉玉が出た瞬間これもうあの終わります。はい、もう引く意味なくなっちゃうんで。ああ、いいじゃん。あ、これ俺これ好きなやつ、これかわいい。うん、こっちの方がなんかかっこいい、なんかこのくっきりしたボディね、くっきりとしたボディがやっぱ一番。何を言ってるんだろう俺は朝から俺は何を言ってるんだろう。はいはいはい。ああ、え、結構金出やすいんじゃないこれもしかしたけど、わかんない。今のところ体感なんか20、まあ25連に1回ぐらいか、2回に1回10連引いて出るんだったらかなりね、まあいい方ですよね。で頼む、あのかぶりだけはやめてほしい。まあテーマとかそっちはいらなくて、できればタマコシタマタマ、うわ、まあ立ちこまなんだけど、立ちこまなんだけど、あ、しかも全然違った、タマコシでもなんでもなかった、立ちこまやったわ、全然違ったいやでもなんか比較的なんか出やすい気がするな個人的には。どうだ、あー、まあまあ今のところの感じだと次には出る、完全に次には出るはず。頼む。あー、出ないか。まあ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 、まあでも最悪ね、50連のあのストックオプションがあるんで。あー、出た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 、これ別にあの50連の限界値じゃないやつで出たね。いや、立ちこま、立ちこま来い、立ちこま来い、マジ頼む、立ちこま来い、立ちこま、しゃー。あ、でもさ、今思ったけど白色久しぶりだね。まあとりあえず3万円分引きますか。3万円分でどれだけ出るかって話よね。うわー、意外と渋いか。まあなんか確率は収束されるからね。うわー、初手だけだったかこれ、見せかけの優しさだったか。いや、あるなこれ完全に。なんかね、ちょっと悲しんでる時にちょっとどうした話聞こかっつって、全裸で歩み寄ってくる感じのあの優しさぐらい、薄情かもしれない。あー、来た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 、頼む、立ちこま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 、いやマジなんか普通に欲しい、なんか可愛かったから普通に欲しい、なんかお願いしますお願いします、立ちこまお願いします。どうだ、いやー、飛行機いらんなー。いやマジ車系が1個でもいいから欲しい、マジだろ、本当になる、本当になる。うわー、ちょっとこれどうしよう、マジお財布と相談しないと。やるからって使うのはダメだよねやっぱり。そんなことしてたらさ、すぐお金なくなっちゃうから。いや、ここは節約だ、節約、これやっぱ節約しないと絶対ダメだ、これ、これ買いすぎると絶対ダメだ。よし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 、まあまあまあ引けばいいんすよみんな。うん、引いて気持ちよくなろう。あ、もう知らない知らない、別にあのなくなったら足せばいいだけだから。うん、少なくなったら足せばいいだけ、なくなったら足せばいいだけなんよ。よし、行きましょう、立ちこま来い。いやいや、でもね、もうこれで引き当てるわ、この天井までに2回金を引き当てる。でその中で立ちこまを俺はどうしても絶対引き当てる。マジ頼む、マジ、おお、あっつあっつ来た、これさすがに、さすがに1個は車枠でしょう。これさ、最近さマジでさ思うんだけどさ、他の実況者もさ、やっぱりさ、これ引くってなると結構お金かかるじゃないですか。しかもそのお金がかかるけど、なんか実際さ結構赤字なんすよ、言ったらもう引きすぎちゃってるから。だからもう最近さ赤字がきつすぎてさ、みんな立ちこまとか出てもさ、昔だった性能継承みんなやるまでさ引き続ける人いたかもしれないけどさ、これもうワンチャンみんな引けずに立ちこま性能継承ない説あるからね、これ YouTube 上に。その中での勇者に私はなりたい。頼むマジ、これお願いします、立ちこま、まず1個目、頼む。おお、まあね、車は当たりじゃない普通に。いや、これで立ちこまかバイク来たらマジクソ激アツだけどね。マジ神引き中の神引きな気がする。頼むマジ来い。あー、まあ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 悪くはないんだけどね。おい、行く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 。いや、これ取れたか作ってくれてるな、この流れ。完全にこれで立ちこま出して終わってくださいねって、優しい、これそういうバトンタッチじゃない。マジありがとうございます。じゃあこのまま引かせていただきます。ありがとう、立ちこま。なんで？何これ？
一番いらんこの飛行服が。なんかしかもなんかめっちゃなんか歯切れ悪いし、このなんか9個で終わるの。いやーちょっとこれじゃあごめん、 あれするわ、天井まで引くわ。次金出たらやめる。もうさすがにそれ以上課金するのはもうマジでよくない。あー出た。いやマジラストチャンス確かくた、あのたまたまラストチャンス、たまたま、やっぱ たまたましか勝たん。やっぱたまたまって言ってる方が可愛いし、やっぱ多分たまたまって言った方が多分喜んで出てきてくれるような気がする。お願いします、ラストチャンス、たまたまいけ、たまたま。え、なんで、あーでもまあ、いやまあ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 、まあ、でもいやでもまあ勝ちっちゃ勝ちなんだよな割と。いやでもガチかー、いやーちょっとたまたま欲しかったなー。いや欲しい玉これ、いやたまたまもらえんか、悔しいな。いやむしろもう諦め、さすがに。だって俺もう4万円分ぐらい引いてよ。冷静に考えて引きすぎないよ。いやこういうのはね、やっぱリゼロとかなんか知ってるね、もう俺が絶対課金したい。なんかオレガエルとかね、トラドラとかね、絶対来ないな。この恋愛ラブコメとか絶対来ないな。来た時に引くしかないから、ちょっと今日は一旦ここで我慢しておきます。いやでもまあ結構参考になるんじゃないのかなって思ったんで、皆さんねもしよければね、ぜひともでたまたまちょっと出る確率知りたいな。ちょっとみんなもしよかったらね、何が出たかコメントで教えてください。でぜひともねよければね、高評価もよろしくお願いします。ここで皆さんまたの機会にお会いしましょう。バイバイ。